はい、どうも、メヘロジさんです。産経新聞からでございます。ちょっと前なんですけどもね、終身雇用など日本の常識見直し、骨太方針閣議決定ということで、まあ、新しい骨太の方針出しましたという内容で、まあ、終身雇用とか、年功序列の日本型雇用っていうのはですね、あまり良くないですよね、っていうことで、まあ、それを、まあ、言ったら、ぶっ壊しに行ってですね、人への投資をして、リスキリングを後押しするというのが、まあ、方針の一つとして挙げられてます。で、人材の奪い合いが生じることで、賃金上げていこうというようなことと、まあ、言うたら時給ですね、非正規の時給を1000円にしましょうというようなことですというところなんですね。まあ、あと少子化対策うんぬんと、まあ、女性活躍推進うんぬんっていう話なんですけども、まあ、ピントがずれてるなというようなところが正直なところですね。まあ、女性活躍推進で、女性役員比率 30% にするっていうようなところに関しては、それ、オフコーでそれやって、業績ガタガタになってるのは分かってないんかな、とか思うんですよね。まあ、LGBTQ もそうなんですけども、別にそれをやること自体は悪いことではないと思うんですけれども、そうやって数字目標にして、それが一人歩きすることによる弊害っていうのが、もう、どんどん出てきてるわけですよね。多様性云々観音で、そういう話をする分にはいいんですけれども、それを言うたら、まあ、強制するっていうようなことをすることによって、本当にその言うたら優秀な人を上に置くっていうのが、まあ、本来の役割であって、で、まあ、別にね、そういう活躍推進とかの旗振りに女性を置くことは別にいいと思うんですよ。で、なんですけども、そうやってね、何十パーセントを雇わないといけないとかっていうような形でやっていくことで、言うたら本来の実力以上に下駄を履かせてやらないといけないことになるわけですね。今まででも上に立ってる女性の方がいらっしゃるんです。その方たちは実力で、バチッと取りに行ってるわけですよね。でも言うたらそうじゃなくて、パーセンテージでって言ったら、別に誰でも彼でもなれるとはそれはそこまで言いませんけども、そういう言うたら下駄を履くことによってですね、まあ、男性は男性でそういう上のポジションがなくなっていくっていうことであったりとか、まあ、アメリカとかでもその白人の逆差別みたいな形になったりしてるんですよ。そういう温床があったりする実態があるんですよね。っていうところで、まあ、それを踏襲するのはいかがなものかっていうところがまず一つありますと、いうところと、まあ、言うと雇用のところですよね。終身雇用をやめるっていうことは、まあ、あまり良くないなというふうに思ってて、っていうのは、結局長期で雇わなくても良くなると 40、50 代で、言うたら、まあ、クビにすることを、できるわけですね。言うたら、まあ、コストが高い、管理職層を切れるっていうことになるんで、それに関しては、いかがなものかなと。まあ、いかがなものか。まあ、私個人的には全然偉いさんでもないんで、別にそれに関してはいいと思っ、私自身は別にどっちでもええわと思うんですけども、その、言うたら、若い時は給料安くて、言うたら、バリバリ働かせて、年齢が上がっていったら、なんか、温床給みたいな形でやっていく、この今の形って、ライフスタイルと密接に絡んでたはずなんですよね。で、いうようなところ、言うたら、まあ、年取ってきたら、仕事量はそんなめちゃくちゃ多いわけじゃないけれども、まあ、そこそこ給料もらって、それで学費とか、なんかいろいろね、できますよね、っていうのが、まあ、終身雇用のいいところだったわけですよ。ただ、それをやめて、言ってしまえば若い時の給料すら上げないで、高齢層の給料も下げるっていうようなことが起こりかねないんですよね。本当にその辺のそのちゃんとバランスが取れるのかっていうところもはだはだ疑問ですというところであったりとか、まあ言ったらそういう終身雇用うんぬんかんのやめて、雇用を不安定にさせることで生活不安が起こる可能性があるっていうことを、本当に頭に入れてるのか、あるいはそれをやるべき前にですね、もっとセーフティーネットをガチッと固めるとか、年金問題を、言うたら敷き直すであるとか、やらなあかんことって多分てんこ盛りなわけなんですね。雇用が不安だから、言うたらなかなか難しかったりとか、まあ言うたら正社員のコストが高いから、そういう言うたら雇うのに二の足踏んでるっていうところの方が原因であったりするわけですから、そこのところを軽くするようなことをしないといけないんじゃないのと思うわけですよ。
で、誰でも彼でも優秀なわけでもないですし、意識が高いわけでもないわけですよね。で、これはもうアメリカの方でも、もう問題になってるわけですよ。ブルーワーカー、白人ブルーワーカーの仕事がなくなる問題っていうのがあるわけですよね。だから、日本人で、そのブルーワーカーであったりとか、あるいは、まあ、そこまで働く意欲がない。まあ、上位、まあ、正直なところ、カンカン同率マーチ以上に行ってるような人たちは、まあ、偏見ですよ。偏見ですけども、そういう人たちは基本的に上のその、まあ言ったら上昇志向であったりとか、まあ言ったら学び直しとか言っても学び直せるんですけれども、リスキリングってある程度の力が必要なわけですよね。学び意欲がうんぬんかんぬんっていう、でそういうところで取りこぼしのある人が結構多いんじゃないかなと僕は思うわけですよ。その制度の周知すらなんですかね、きちんとなされない状態になるような気がするわけですよ。なので、まあそういうところですね、本当に考えた上で、ちゃんと作ってますかというようなところは本当に問いたいと思ってます。で、これがうまくいくかどうかっていうのは、それは、今後に、まあ、なんですかね、今後の動きに期待なんですけども、今後の動きに期待と言いながら、あんま期待はできひんなというところが正直なところですね。はい。なんでしょうね。なんかやってる、なんかバチンと打ち出して、こんなになんかこうワクワクしないのもなかなかないなと。むしろ副業を言うたら OK にするであるとか、一個人の、その働き方、の多様化みたいなものに対応してっていうようなところをバチバチに決めてくれた方が、より稼ぐ意欲のある人はいろんなことを考えて、まあ、だからおじさんが今 YouTube と案件やって、ちょこちょこやり始めてますけども、そういう形でのなんかまあ、言うたらいろんなつながり作ったりとかっていうのって、できると思うんですよ。その副業が。まあ、最近ちょっと可能になってくる会社も多いですし、むしろ可能にしてない会社って何なんみたいな感じぐらいの、スタンスにはなってるんですけども、そこのところをもうちょっとバチッと、まあまあ確かに方針として、副業を認めない会社はその理由を述べないといけないみたいな、なんかそういう指針は出てますけども、いやそういうところをですね、もっとガチッとやった方がいいんじゃないかな。まあまあまあ、いろいろやりながらね、やってみな分からんのですけども、まあなんとなくこう穴があったりとか、国民のその不安感とかそういうのを拭えるような施策ではないような気がするっていうのが、まあ私の個人的な感想でございます。はい、以上です。